ラーケン・ノートルダム教会教会内部、ノートルダム・ドラーケン教会は、ベルギー王国ブリュッセルシラーケンにある、ゴシックリバイバル建築のローマ・カトリック教会。もともとは、レオポルド一世の妻ルイーズ・マリー・ドルレアンの、追憶として、ヨセフ・プラールの計画によって作られた教会である。1850年に、オーステンダで死したマリーは、ラーケン王宮の付近に葬られることを所望していた。 そして夫のレオポルド一世は彼女のために霊病としてこの教会を建設することにした。そして当時若かりしヨセフ・プラールの計画によって建築された。1854年にレオポルド一世によって最初の石が設置され、1872年に教会となったが工事は1909年まで続いた。そして 地下の骨堂には、教会建設以前のものも含むベルギー王室の人々の意外が収められている。谷勝次、ブリュッセル歴史散歩中世から続くヨーロッパの十字路、日経 BP 企画、2009年、206ページ。ISBN 978から4から861304224。ノートルダムチャーチオブラーケンインブリュッセル。2009年5月1日閲覧。 ありがとうございます。